ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は京セラによる脱中国の動きについてお話ししていきたいと思います。皆さん、中国は世界の工場と呼ばれていることをご存知でしょうか？中国には大量の労働力があり、しかも安価に雇うことができるということ。企業は中国に工場を設けることで生産コストを大幅に削減することができるということで、多くの製造業が中国に生産拠点を移してきたんです。加えるならば、中国は巨大な内需市場も持っており、製造業にとってはこれが大きな魅力となりました。作り上げた製品をそのまま現地で販売することで輸送コストや関税などを削減できますし、新たな市場を開拓できる機会も増えるというわけです。しかし、昨今の世界情勢において脱中国という言葉がトレンドになって来ているんです。米中対立の激化やウクライナとロシアの問題などにより、世界のサプライチェーン、いわゆる供給網が分断され、一体化していた供給網が欧米や日本などの民主主義側とロシアや中国などといった権威主義側で引き裂かれて、機能不全が進んでしまっているんです。さらに中国ではゼロコロナ政策などの極端な政策で工場の稼働が完全に止まってしまったりもしました。さらに台湾有事による懸念もあり、今後中国の出方次第では中国と敵対関係になる可能性もはらんでいるんです。そのため、日本、アメリカ、ヨーロッパは中国を世界経済から切り離す動きを強めているんですが、もちろん中国から撤退することは製品の製造コストが上がる可能性もありますし、中国で生産していた分の生産能力を他で埋め合わせるため新たな投資も強いられるというわけです。しかし、それでも長期的に考えるのであれば、脱中国は実現させたいところではあります。その場合、新たな工場をタイやベトナムといった新興国に移動させ、人件費を抑えるのか、日本国内に回帰させて日本国内の経済を回すのか、2つのやり方が考えられるわけですが、この度京セラが中国を撤退して国内回帰するという興味深い動きに出ているんです。今回はこの京セラの動きを見ていきたいと思います。このチャンネルでは、世界に誇れる日本のすごいお話や EV などといった次世代産業におけるお話などをお届けしています。日本を応援したいという方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。今後の5年ほどで日本企業が海外のサプライチェーンや販売網、生産拠点を整備する取り組みは大きく変化していくことが予想されています。世界的なパンデミックによる影響で、多くの企業で海外の販売拠点や生産拠点の実績は悪化し、製造業では重要な基幹部品の供給が滞ったり、現地で感染が再拡大したりして工場の操業が困難になるケースが相次いでついてしまいました。2022年には中国のゼロコロナ政策による制限でサプライチェーンに大きな混乱が起きてしまいました。中国に進出する日本企業は2022年6月時点では12,706社あったわけなんですが、2020年の調査時点から940社減少しており、過去の調査で最も進出者数が多かった2012年の14,394社と比較したら1000社超も減少するなど、中国に進出する日本企業数は減少傾向となっており、2020年からの推移では2022年時点で拠点の閉鎖など撤退所在不明が2176社、倒産廃業が116社となり、累計2292社が中国から撤退したことがうかがえます。このような情勢を考えた結果、この度ご紹介する京セラも脱中国を決断したんです。そもそも京セラとはどのような企業なのか、簡単にお話ししておきたいと思います。京セラは京都市の伏見区に本社を構える日本を代表する企業の一つです。取り扱っている製品としては、情報機器や半導体、太陽電池、セラミック、医療用製品など多岐にわたり、2006年には大阪
ドームの命名権を取得したことでさらに認知度を増したことでも知られており、日本にとってなくてはならない企業の一つです。そんな京セラですが、2023年3月3日に中国天津の太陽光パネル工場を閉鎖したことが発覚。そこではメガソーラーなどに使う産業向け太陽光パネルを中心に手掛けていたんですが、2022年9月をもって生産を終了していたということです。2021年には中国江蘇省の液晶ディスプレイ工場を閉鎖して撤退する動きも見せていました。世界の工場と言われていた中国においても近年は経済の発展に伴い労働力や原材料の価格が上昇しているため生産コストが高騰しているんです。とはいえ中国市場で競争していくためには中国国内に生産拠点を持つ必要があるわけですが、そうした投資を今後も行うにはリスクが高いんですね。京セラの谷本秀夫社長はフィナンシャルタイムズの取材にてこのような発言をされているんです。中国で生産して海外に輸出するというビジネスモデルが成り立たなくなり、中国から世界の一部地域に製品を輸出することが難しくなったと。アメリカが中国政府に対して最先端技術へのアクセスを制限する一連の措置を採用したことで、中国は輸出用製造拠点としての主導的な地位を必然的に失うと見ているわけなんですね。半導体や通信機器、プリンターやコピー機、太陽電池、セラミックなどの部品を製造する京セラはすでに生産拠点を中国から移して日本での自社生産拠点の設立に投資しているんです。もちろん全てを日本に移すわけではありませんが、国内回帰の動きを強めているということですね。実際問題としてアメリカの規制対象となった技術にリーチできないならば中国で生産することは現実的に難しいということですね。また中国から撤退する理由にはもう一つあります。それは知的財産権の保護にあります。知的財産権とは創作物や発明、商標、設計など人間の知的な活動によって生み出された財産に対する権利を指します。著作権や特許権などがこれに該当します。中国においては皆さんもパクリ問題が横行していることはご存知かと思いますが、知的財産権の侵害が非常に多い市場でして、京セラの自社製品を模倣した製品なども出回っています。一応中国でも知的財産権を守る法律はありますが、実際に取り締まりに動くことは少ないんですね。なぜなら中国は小学校教育の時点からまずは優れた先人のものを真似することで自分の技術を高めていき、その上で最終的に先人以上の結果を残せば模倣した自分がオリジナルとなるとの発想を持つんです。 PUBG というゲームを中国がパクった荒野行動というゲームが PUBG 以上に流行したという事例などがありますね。中国では模倣することは模倣する対象が模倣して学ぶにふさわしい偉大なものであるとの認識を持っており、模倣することは先人に対する最大の敬意であると考えているわけなんですね。そのため日本人が持つ模倣に対する価値観とは少しばかりニュアンスが異なるわけなんですね。とはいえポンポンと知的財産権を侵害されたら製品の価値を保つことは難しくなります。このように知的財産権を侵害されることは企業にとって非常に厳しいこととなるわけなんですね。ちなみにこの度中国から撤退した太陽光パネルですが、比較的採算を確保しやすい住宅向けの生産に絞り、市が安工場での生産を続けるということですが、産業向けの太陽光パネルに関しては採算を確保しにくいため重要性が低いこともあり、自社製品としての製品を取りやめて中国メーカーからの調達に切り替えていっています。これにより事業継続しつつ知的財産権の侵害リスクも抑え込んでいく構えというわけですね。このようにいくつかのチャイナリスクを考えて長期的な観点を持って脱中国の判断をするということは日本企業として素晴らしい英断なのではないでしょうか。今後もこのような動きを応援していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と合わせてこの動画のチャンネル登録、
コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、コメント返信などしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。